アンギストリ島はギリシャのサロニコス湾に浮かぶ小さな島。諸島県に属す。アギストリ島、アンキストリ島、アグキストリ島とも呼ばれる。ピレウス港と向かい合う数キロの土地のみ松林で覆われている。島内にはミロス、スカーラ、リメナリアの3つの村落がある。ミロスはその中心村落で島民のおよそ半数が住む。ミロスから 海沿いの道を20分ほど歩いたところにあるスカーラには多くの観光施設やホテルがある。リメナリアは島の反対側に位置するとても小さな村で観光客もまばら。2001年の国勢調査では島の人口は920人で面積は13.367平方キロメートルである。同じサロニコス湾のアイキナ島と比べアンギストリ島は非常に閉ざされている。 島へは、アイギナ島から、アンギストリエクスプレスや小規模な水上タクシーなどで10分ほどで、着く。ピレウスからは1時間ほどかかる。ありがとうございます。